皆さんこんにちは。今回はコルインゴットがマジでエグいっていう話をしようと思います。まあ、コルインゴット強くなるためには必須って言われるんですけど、まずブグ錬成ってなんちゃらほいっていう人はこのブグ錬成のやり方と必要性っていう記事にまとめたので、まあよかったら見てもらえればと思います。でこのコルインゴットのエグさを語る前に、マジコルがないとステータス強化が滞るっていう話をします。まずブグ厳選っていうのをやるのにコルがめちゃくちゃかかるんですけど、ブグ厳選って、まあ、ストーリー終わったらまずブグ厳選やろうみたいな話を、なんか効率よく強くなる方法っていう動画でやったと思うんですけど、とにかくブグ厳選でめちゃくちゃコルが必要になるんですよ。何回も何回も生産するんですけど、ブグを。で、ブグの生産ってめちゃくちゃコルがかかるんですよ。階層ブグでも。例えば、61層かな、61層の武器でも1個生産するのに28万8000かかるんですけど、これ何回も生産してたらやばいことになるって話で、まあ、1回だけでね28万8000なので、でまあこのゲーム最強の武器って言われるなんとかインテグラル武器とか冥黒防具ってやつは、まあ、作ったら当分階層武具とか作んなくていいんですけど、強いやつ作ればね。でも盾だけは階層武器なんですよ。インテグラルとか冥黒がないんですよ、盾だけは。だからこれはもう誰でもやるみたいな感じなんですよ、現状では。まあこれだけじゃなくて、その階層のモブからドロップする素材アイテムとかも必要になるんですけど、まあ、それについてはブグ厳選について解説した動画やったので、それのリンクを動画説明欄とかに貼っておくので、よかったら見てもらえればと思います。あとはブグ錬成ですね。あの生産からこれインゴットっていくと、これインゴット生産できるんですけど、これがマジでベラボーにあのかかるんですよね。費用コルだってこれ有料な金属片100個使うだけでこれ20万もコル消費するんですよ。でこれ全部合成とかするとなんか40万とか なんだっけな、なんかあの金属片1000個ぐらい使ったらマジでこれがえぐいほど減ったんで、でなくなっちゃったんですよ。もう無一文からまあ頑張って、まあ、ちょっとやったら62万くらいいったんですよ。まあ、さっきコルインゴがエグいって話したんですけど、コルゴットとかコルインゴトとか呼ばれるんですよ。で、まあ、さっき言ったこのゲーム最強の武器って言われるなんちゃらインテグラル武器ってやつ、この装備可能レベル超高いやつね、これ の装備可能レベル一番高いやつがこのゲームで一番強い武器なんですよ。まあ、片手直拳で言えばこのロッソ・フォルネウスってやつがこの動画出してる時点ではこの一番強いやつなんですけど、これ生産するのに1、10、100、1000万、10万、100万、400万かかるんですよ、生産だけでね。でまあ多分進化とかもコルかかると思うんですよ、すごい。でこのゲーム最強の防具って言われるこの冥黒防具ってやつ、これの生産もまあ今一番強いのがこの175ってやつ、カオス175って呼ばれるやつ、装備可能レベル175ですね。これが1、10、100、1000万、10万、100万、850万かかります、1個作るだけで。でその1つ下の155だけでも800万かかっちゃうんですよね。えぐすぎないですかね、もう本当に。俺もうこれ135作るだけでものすごいコル持っていかれたんで。でも出費はこれだけじゃありません。マジで世知辛い世の中なんで、リズベットブグ店行きます。48層リンダースです。でリズベットがここにいるのでマップ左下ですね、話しかけて、でまあ錬成ってできるんですけど、ここ行けばなんとかインテグラル武器とか冥黒防具も錬成できるようになるんですけど、この錬成枠解放するのこれ鍛錬って言うんですけど、これ鍛錬もめっちゃかかって3枠目解放するのに500万かかるんですよ。これ2枠目解放するだけでも300万コルかかるんですよ。もうやばくないですか。だからこれがマジで必要なんで、なんか有名なギルドさんでも入団の条件としてコルインゴットの99凸っていうところもあるん
ですよ。そういう条件にしているギルドさんもあるんですよ。まあ、99凸してない人はなんか要相談みたいなこと書いてあったような気がするんですけど、まあ、めちゃくちゃコルがかかるんで、以前効率よく強くなる方法って動画でやったんですけど、あの順番通りにやるんじゃなくて、もはや先にコルインゴット作った方がいいまであります。もう最初の段階で武具錬成とかもめっちゃコルかかるんで、もうむしろ先に作った方がいいんじゃないかって最近ちょっと思ってます。あとはイベントでこの大強化イベント勇気っていうのが来た時は、これやると運気向上のお香小瓶っていうのがもらえるんですけど、これ使ってる間ドロップ率が2倍になるんですよ。プラス 100% なんですけど、正確に言うと。このイベントって毎月来るんで、これの期間中は武装石の集会よりもむしろこのさっき言ったコルインゴットの集会に使った方がいいとすら俺思ってます。武装石っていうのは、まあ、さっき言った SAOIF 最強の武器なんとかインテグラルシリーズってやつで、これ生産素材にこれ武装石っていうのがあるじゃないですか。なんとかの武装石って、この2つのうち下の方にあると思うんですけど、この武装石っていうのがマジで本当に出ない、稀に入手できる素材って書いてあるんですけど、これが希少ドロップでマジで出ないので、これを出すためにもう1000回とか2000回とか何回も周回しないといけないんですけど、これにあのお香っていうアイテム、さっき言った大強化イベント勇気のアイテムを使うっていうのが結構今までメジャーだったんですけど、まあ、今もメジャーなのかな、なんですけど、俺はもはやダンジョンインゴットの周回に使う方がいいと思ってます。っていうか俺もダンジョンインゴットの周回にしか使ってないです。まあ、それについてはあのダンジョンインゴットのドロップ率に関する動画を後で出そうと思ってるので、まあ、計算して、まあ、どれくらいのドロップ率かっていうのを出そうと思ってるので、まあ、今回はちょっとそのお香関連にはこれ以上触れないでおきます。で、まあコルインゴットの重要性についてはだいたい説明したと思うんですけど、ちょっとこれからそのコルインゴのエグさについて話していこうと思います。俺が今持ってるコルインゴットは31回合成したやつなんですけど、合成するとこのコル獲得量が上昇するんですよ。でこれを99凸するのがいいって言われてて、でまあ今はコル獲得量が160上昇ってなってるんで、この状態で50層のモブを狩るとこれ338コル入手したって書いてあるんですよ。まあ今これ48層にいるんですけど、50層でさっきちょっと狩ったんですよね、モブを。でなんかその強い人が言ってたんですけど、前27層で狩りしてた時にだいたい1体狩ると、まあ、800いくらかコル入るみたいな、90何凸かしてたんですよね、その人は。コルインゴットで、なんかもうあの計算とかちょっとわかんないんで、まあちょっとその計算してみたんですけど、だいたい1回合成するたびにいくつ上がるんだろう、5か6上がるのかな、コル獲得量が。あ、でもこれあれか、ギルドスキルもついてるからわかんなくなったのかな、計算。まあとにかくだいたいその90何凸かで1体800コルくらいだって言ってたんで、もうあの大雑把に計算します。もうだいたいあのえぐいっていうのが分かればいいので、もう大雑把で計算していいと思うんで、まあ、だいたいなんとなくこれくらいすごいよっていうのをちょっとこれから伝えます。で仮にまあ1体800コルだと仮定します。であの全体攻撃のソードスキル1回打つと、まあだいたいまあ平均して約5体分狩れると、まあこれも仮定なんですけど、まあ一振りで10体とか狩れる場合もあんのかな、わかんないけど、まあとにかく1体800コルを5体分買って、まあ4000コル一振りで手に入ると仮定して、でまあコルインゴットは熟練インゴットと違って自分が倒した敵でなくとも効果が適用されます。まあ熟練インゴットっていうのは、まあ、他の階層で作るダンジョンインゴットで、この熟練度経験値獲得量がいくつ上昇っていうのがあるんですけど、この整数分上昇するやつって、あの、ブーストの課金、このショップのブーストモードっていうのを行くと、これ課金でドロップ率2倍になって、武器熟練度にも2倍になるんですけど、これとギルドスキルですね。ギルドに入ってると使えるスキルで、ギルドスキルっていうのがあるんですけど、これ武器熟練度獲得量アップ2っていうのがあって、これで熟練が 100% 上昇するんで、プラス 100% プラス 100% になって、でその熟練インゴットの持っているやつの数値の3倍になるんですよ。プラス 100% プラス 100% で 300% になるんで、
だからこの数値の3倍になるんですけど、コールインゴットは、まあ、さっき言ったブースト課金でこれが上がることもないし、まあ上がるとしたらこのギルドスキルくらいなんですけど、まあ、獲得量2だと、まあ、15% 上昇で、ギルドポイントっていうのを使うと時間限定で 20% 上昇の効果になるんですけど、まあ、とにかく熟練インゴットと違って3倍にもならないんですよ。でもコールインゴットのすごいところって、自分が倒した敵じゃなくても効果が適用されるっていうことなんですよ。どういうことかっていうと、パーティーを組んだ時はそのパーティーメンバーが倒した敵の分まで適用されるので、6人パーティー組んでレベリングしてたとすると6人分入るんですよ、コールインゴットの効果が。で、6倍って、その熟練インゴットが3倍って話したんですけど、6倍だとその3倍の2倍なんで、理論上は。で、さっき言ったその一振りで稼げるコールが4000くらいなので、6人パーティーが一振りしたら4000コールかける6人で2万4000コール稼げるんですよ。これは自分がコールインゴットつけてさえすればいいです。もうパーティーメンバー全員がコールインゴットつけてないとできないっていう、そういう数字じゃないんですけど、自分さえつけてればこれくらいになると。で、一振りするぐらいの時間で、まあ理論上、まあ2万4000コール稼げるんじゃないかみたいな感じで、で、この2万4000っていう数値がピンとこない人のために説明すると、まあサブクエストの報酬って多くて、まあ2万コールとかなんですよ。まあ例えば47の2で受けられるこのサブクエスト、これ報酬コールが1万8000とか、まあ2万でも結構高い方なんですよ。もうそれを軽く凌駕してるじゃないですか、この2万4000っていう数値。ソードスキル全体攻撃のやつ一振りするだけでサブクエの報酬コールを超えるんですよ。で、サブクエストって達成するまでマジで時間かかるじゃないですか。で、そこまで時間かけてようやく2万コール稼げるっていうのがサブクエストなのに、それを一瞬で稼げてしまうっていうのがコールインゴットです。だからもうレベリングを長い時間やればやるほどマジでやばいし、稼げるコールの量がやばいし、まあ、例えばそのダンジョン周回とか何かしらの周回するときにコールインゴットつけていくだけでものすごいコールが入るっていうことです。以上でコールインゴットのエグさについての解説を終わりにします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。では失礼します。